どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県の水の元オートキャンプ場からに来ております。前半の動画を見ていない方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄から前半の動画を見ていただけたら嬉しいです。いつものようにですね、寝不足で、仮眠を取り終えました。現在の時間が7時過ぎですね。もっと寝ちゃうかなと思ったんですけど、2時間くらいで起きました。では晩飯の準備をしますか。あんなに降ってた雨が、まあ一時的かもしれないですけどね、止みました今。はい、準備を開始しましたが、予想はできてましたけどね、虫がすごいですね。本当におとり用の明かりを2つほど作りましたけれども、おかげでめちゃくちゃ全体的に明るいですね。まあ、撮影してる時以外はこう電気をですね、あれ消して食べると思います。虫が本当にすごい。2回目。はい、炭に火をつけ始めました。相変わらずセブンイレブンの着火剤が半端なく燃えますね。はい、本日もですね、ネギみじん作っていきます。手かぶっちゃってるかな。もうね、あれ手が当たる。すごい寒いんですよ今。20度切ってるんですよね、夏なのに。で、選択肢が今日もう鍋しかなくて、全員一致で切れない。で、残ったネギでネギみじん、焼肉もやりますんでね。はい、具材の用意はほぼほぼ完成ですね。あとお肉切んなきゃいけないのかな。本日は久しぶりに岩谷さんを使ってですね、鍋を温めます。いつもすすがついてね、めんどくさかったんで岩谷の方が楽ですね。はい、いつもと変わらない具材ですけれども、最後にね、出来上がったぐらいにニラは乗せます。あっという間に完成しましたね。完成というかもう煮立ちましたね。開けまーす。怖い怖い、カメラ越しで見てるから焼ける人。うわー、うまそう。やったやっとこの状態まで来ました。もう撮影とかいろいろしてるからほんと忙しい。じゃあちょっといただきますわ。うーん、やった。マジでね、この時いつも至福の時間なんですよ。じゃあいただきまーす。久しぶりな気がするな、ウインナー。うまい。ウインナーってこんな美味しかったっけ。超うまい。本当にうまい。はい、そしてこちらが国産のね、カルビですね。高いやつです、超カルビ。
毎回撮ってますけどね、毎回うまいんだよな、どうせうまいんだよ。うまいわ。すいません、さっきうまくねリアクション取れなかったのは、そこまで実はね美味しくない、そんなに油が乗ってないというかね、なんで味変しましたね。この金額だったらもっとね、いつもだったらあれですわ、もっと美味しいの食べれるね。運ですね、そればっかりはね。うん、やっぱ硬い。なんで？では本日のメインのね、キムチ鍋ですね。なんか結構前回やった時より薄いんだよな、色が。味がね薄そうなんですけど、いただきまーす。美味しい、美味しいけど薄まりすぎだな、キムチ感全然ないな。え？いろいろ味変をしてますけど、やはりニンニク、唐辛子、そしてネギみじん、ぼやけた、そしてこのカルディの塩、最強ですね。これがあればもうとりあえず何でもうまくなる。焚き火も開始しました。もうね、焚き火を楽しんでる勢とご飯をまだ楽しみながらお酒を楽しんでる勢で分かれてね、最高の時間です。そして明日の時間、一応チェックアウトがね11時って決まってたはずですけど、もう何時までいてもいいって言われたんで、明日のことを気にしないっていうのもね最高ですわ。最近サントリーウイスキーのね、角瓶とね、ウィルキンソンのジンジャーエール、ジンジャーハイボールですね、ハマってます。見た目かなりいいですね、ずっと見てられる。いやー、食ったし飲んだ、あとはこの焚き火を眺めながら軽く飲んで、またコテージ内で飲みますかね。疲れた。ございます。朝の6時でございます。朝の5時半ぐらいにトイレに行きたくて、起きまして、下に降りなきゃいけないんで、そこからずっと目が覚めてしまったという現状でございます。もう今ねスマホのゲームをずっとやってますね。さすがに時間がまだありすぎるんで、少し散歩してまた寝るか、今から上に戻って寝るかしますわ。はい、現在朝の7時半ぐらいかな。シャワー浴びました。気持ちいい、マジで。雨でもね、やっぱりキャンプ場の朝はすごい気持ちいい。じゃあ片付けしちゃおうかな、先にね。頑張ります。
薪が余ってたので、そちらを全部燃やして、もともと味噌汁をね最後に飲もうかなと思ったんですけど、その味噌汁を飲むための岩谷さんだとかガスボンベとかおしまう場所の兼ね合いによりですね、片付けが全然進まなくて、結局飲むのはやめました。もうこのまま片付けてですね、宝刀不動行きます。はい、片付け終わりました。上り下りしてたので意外に手こずりましたね。では帰ります。はい、というわけで今帰路をたどっております。あれ、雨がそんなに降ってないかな。いやー、あいにくの雨でね、一時はどうなるかと思いましたけれども、あのコテージのおかげで屋根があってバーベキューができて焚き火もできたんで、最高でしたね。まあ、トイレがね、1階に降りなきゃいけないっていうのが、まあ、地味に面倒くさかったですけど、本当に行ってよかったなと。で、この道志川の道志川沿いのキャンプ場としては選択肢の一つにこれからも入るんじゃないかなと思いました。また天気のいい日にまた絶対にここは来ます。絶対に来ます。川とかで遊びたいですね、夏。まあこの名次第ですけどね。というわけで、今回の動画はこちらで終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。